ハーパー、イジャーラメンディ、ペレイラ、長いボール裏へ落とす、最後フリーですね、このボールがつながります、シュートゴール、マリノス、レアルマドリーから先にゴールを奪います。直前のドリブルキレッキレでした。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いたシュート、素晴らしいですよね。さあレアル、まだゲームの序盤ですが得点を許しています。いや、ちょっと早い段階での失点でしたね。まずは1点取り返すことに集中したいですね。これはよく触りました。ベンゼマ、チビタニチ、カットです、ベイ、ボールを離しません、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、さあコーナーキック、レアル、あっとここでイエローカードです。さっきちょっと激しく行きましたからね。パンチング、素晴らしいパス、これはわずかに右でした。以上がこの試合得点を挙げています。トニクロース、縦にボールをつないでいきます。このボール争いどうする、ロナウドのシュート、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。パパー、ベルナンド、グティエレス、ペレイラ、グティエレス、チビタリッチ、裏に味方を走らせる、シュートもあります、さあ打てるか、切り返して打つ、ゴール、さあさらに点差が開いています。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。パスのタイミングや受け方やシュート、これもどれを取っても申し分ないですよね。今日2点目です。さあ F マリノス、さらに1点を追加し2対0としています。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、チビタリッチ、いや決定的でしたけどね、頭にピンポイントで合わせたんですがここは決まりません。うまく合わせた、いい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね、抜けてくる、前半34分経過、 F マリノス現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを進めています。これ狙える、抜けてくる、さあフリーだ、ゴール、試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。ここでフリーで打たせてはいけません。最も気をつけなければいけないエリアでフリーにさせてしまいましたよね。そうですね、まずはディフェンスの修正が必要になってくるでしょうね。はい、
F マリノス3対0と順調にリード。裏のスペースに置きに行く、味方を走らせる、どうする。さあチビタニチラインの裏狙いましたね。サイドのスペースを使います。直接行ってしまいました。ベイベンゼマに渡る、ペペ、トニクロース、マルセロ、イスコ、さあ抜け出した、ベンゼマここで受ける、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半を終えて3対0 F マリノス調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。予想外の展開になりましたね、前半で 3-0 ですからね。そうですね、フットボールでは3点差が1つの区切りとなっています。次の1点でその差を縮めるような展開になればドラマも十分にありえます。 F マリノス3点リードで折り返します。そうするとこの後半始まっています。ボールがこぼれ、クリスティアーノ・ロナウド浮かせて裏を狙う、ベンゼマ、中央フリーでした。最後のシュートのところがなかなか入らないですね。パパ、ペレイラ、ベンゼマ、さあクリスティアーノ・ロナウド、まだある、ボールを ロナウドシュート、クロスに合わせるというシュートシーンでした。もう少し冷静にシュートを打ちたいところですね。マルセロ縦を使います。長いボール裏へ落とすと、ボールはペレイラ、ジビタニチ、レアルなかなか前にボールが運べません。マルセロ、イスコ、ベイル、もう一つ前に行きたい、スルーパス、クリスティアーノ・ロナウドに渡る、クリスティアーノ・ロナウド、あと少しでした。少し爪が甘いんですよね。いい形では崩せているだけにもったいないですね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。 F マリノスとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今守備に集中して隙があったらゴールを狙うスタンスでいいと思いますね。ボールはクリアです。さあどこに入れてくるのでしょうか。ここはショート、一旦後ろに戻します。シュートに行くか、シュート、後ろに当たる、ここはクリアします。さあレアルボールです。レアル選手の交代があるようです。徹底的なラストパスを出せる選手なんでね、ゴール前にどんどん出てくると思いますね。後半21分というところ、 F マリノス現在3点差をつけゲームを支配しています。フェルナンドがここはファールを取られます。これはちょっとコントロールできませんでした。彼です。
トニクロース、ケディラ、グティエレス、チビタニッチ、裏に味方を走らせる、ボールコントロール、シュート、決められなかったか。中央マークを剥がしていい状態でシュートを打ててますよね。いいリズムで試合を進められてるんじゃないですかね。後半31分が過ぎたところ、トニクロース、ケディラ、バラヌ、トニクロース、ペペ、ファビオ・コエントロ、さあカウンタースピードを上げたいところ、チビタニッチ、どうする。残り10分を切ってきました。さあ左へ預けて、このパス越えるか、フェルナンド、このボールをカットします。ベイ、トニクロースに渡る、いいパス出ましたね。このチャンスものにしたいですね。グティエレス、後半残り5分を切りました。中合わせてくるでしょうか。さあチビタニッチ、シュート、まだありますよ。ファビオ・コエントロ、さあ前線へ、裏を狙う、さあベイル抜けてくると呼んでいた。まだ危ないですよこれ。焦ったでしょうね。エフマリノス、ここは時間を使います。グティエレス、ベンゼマへのボール、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。3対0、エフマリノス勝ちました。大差での勝利です。七海さん、